はい、どうもネイティブフォレスト小太郎です。皆さん聞いたことあるかなと思うんですけども、組織培養、そちらに今回はチャレンジしていきたいと思います。前々からやりたいとは思ってたんですけども、組織培養といえばクリーンベンチだったりオートクレーブ、そのような専門的な設備が必要になると思うので、素人のような僕にはなかなかね手を出せないんじゃないのかなと諦めてはいたんですけども、ちょっとねいろいろ調べていくうちに、そのような専門的な設備がですね用意しなくてもできるよというね、アイテムというか商品を見つけたので、今回は試しにやっていきたいと思います。その商品はと言いますと、ビトロプランツさんというところから発売されている組織培養セットというのをですね見つけたんですよ。これはいいなと思いまして、早速購入して、だいぶ前に届いていたんですけども、なかなか手を出さずに少し時間ができたので、ゆっくりやっていこうと思います。今回の組織培養に関して全くのど素人で、何も知識もないような状態で始めるので、このやり方を本当に真に受けないでいただきたいと思います。失敗する可能性もありますので注意が必要です。組織培養というのはどんなもんなのかなっていうふうに試しにやっていきたいと思います。今回ですねチャレンジする植物はもちろん熱帯植物にしようかなと思います。ジュエルオーキッドだったりベゴニアもやってみたいですね。あと他にも何種類か、チャレンジして試してみたいとは思います。最近 ADA でもベゴニアなどの熱帯植物をプリンカップ組織培養で、販売されていると思うので、ああいう形を目指してちょっとねできたらなと思います。はい、というわけで早速作業していきます。はい、付属しているものはたくさんあります。一見するとねちょっと難しそうに見えるんですけども、どうでしょうか、案外簡単にいくかもしれません。大まかな流れとしては、植物を殺菌する、殺菌剤を作って、次に寒天培地を作ります。 ADA の組織培養のカップを思い浮かべていただけると分かるようにですね、下の方に寒天が透明のものありますよね。それを作って、次に植物を、用意してですね、その寒天に植える、そういう流れになっているようです。いや、これねちょっとねこんなに道具があると少し抵抗感があるんですけども、順番に沿ってやっていきたいと思います。まずは殺菌剤を作成していこうと思います。はい、ではですね殺菌液を作成していくんですが、用意するのはこの 420ml のプラコップと 300ml の水ですね。あと主役となる、これは次亜塩素酸カルシウムとなっています。これを3粒このプラコップに入れて水を注ぐと、それで、作成していくようです。ではちょっと実際にやっていきます。お、これ開けたらですねプールの匂いがします。塩素の匂いですね。欠けとかができればないやつを3粒入れると書いていますね。はい、3粒入れました。次に、300ml の水を入れます。溶けるのにね結構時間がかかるようなので、30分以上は待つ必要があるようです。 OK、必要であればこのようなマドラーで混ぜていくんですけども、ちょっと様子見て、このまま放置したいと思います。これでおそらく消毒液はできるのかなと思います。はい、そしてね培地を作る前に植えていく容器を説明します。ビトロプランツさんが推奨しているのはですね、付属しているこのようなポリエチレンの袋ですね、これに培地を入れて上を口を縛ると、それが一番推奨されているようですね。ある程度の通気性があって、微生物の菌がなんか耐性があるとか入りにくいとかって、なんかそんな説明が書いてありました。これが推奨されています。しかしですね、他にこういうタッパーとかそういう容器でもいいですよとは書いていました。で、一応ですね熱湯を入れるので、耐熱性のあるポリプロピレンのですね材質のものを選んでいます。これは100円均一で買いました。そしてですね、これは正式なやり方ではないんですけども、組織培養とかよくねサイトとか、ブログとかで見ているとですね、通気性を確保するために上にねこういうシートをね貼っているんですよ。これはタイベストシートといって、不織布なのかな、今マスクとかでよく、使われている素材なのかなと思いますけども、
これがシールになっているものです。これをですね、切りでブスッと穴を開けて蓋の上にシールを貼った、そんなようなものになっています。これ穴を開けることによって通気性は確保されるかもしれないですけど、どうなんでしょうね、菌が入っちゃわないのかなとは少し心配にはなってるんですけども、ちょっと実験的にやっていきたいと思います。あとね、ちょっとやっぱり穴が開いてるので乾燥したりしないのかなとは思うんですけど、なんか結構保湿性も保ってくれるようなシールのようなので、これを使ってみました。これ3つがタイベストシールが貼ってあるもので、もう1つが何もしていない密閉タイプの容器にしました。はい、このような感じで容器を作りましたので、実際に培地を今から作っていきます。はい、培地の作り方なんですけども、まあ、こういう耐熱の計量器にですね、この付属してある培地を入れていきます。これは一袋入れてもいいようですね。何なのかな、これは培地 1/2mSっていう風に書いてるんですけども、なんか結構調べたらメジャーな培地なようです。これが、あの寒天の元になるようですね。でこれを一袋まず入れていきます。そしてこちらですね、わかんないんですけど液体が入っていました。これをね、一粒垂らすといいようです。はい、一粒入れました。こんなんで意味あるのかな。で次に熱湯をですね入れます。多分ここがね重要だと思うんですけども、98度以上の熱湯を入れると書いてるので、沸騰したらすぐ入れた方がいいと思います。で、500ml を入れるようなので、あ、やべ、曇って見えない。もうちょっと？え？大丈夫かな？見えないですね、曇って。はい、はい、こんなもんでしょう。600の下。はい、OK です。そして、しっかりと溶解してですね、これを容器に入れていくと。溶けたのかな？ちょっとテンパり始めてますけど。はい、はい、はい、はい。急いでやった方がいいのかな？OK かな、こんなもんで、これを急いで先ほど用意したものに入れていくと。なんかわかんないけど急いだ方が良さそうなので急ぎます。はい、では早速入れていきます。どのくらい入れればいいんだろう。こんなもん、ちょっとずつ入れていこう。めちゃくちゃ熱そうですね。これ失敗したら火傷する。これ本当に火傷にはね気をつけてくださいね。これなんかもう一個くらいいけそうですね。この瓶でも試してみたいと思います。はい、というわけでバタバタしながらではありますけども、容器に培地を入れていきました。これで、冷えて固まるのを待つようなんですけども、時間どうだろうね、1時間くらいかかっちゃうのかな。このまま一回放置していこうと思います。まあ、その間に植えていく植物の準備をします。はい、ではですね、いくつか植物を用意しました。こんなんでいいのかなっていう感じのばかりなんですけども、これはまずセラギネラウンキナタ、セラギネラの中ではかなりメジャー種な、種類かなと思います。あとはこれもね、パルダリウムではかなりメジャーですよね、ヒメイタビですね。ヒメイタビを用意しました。で毎度おなじみのですね、僕の好きな、ベゴニアサラバクシュさんの、まあ、青ベゴですね。これも用意しました。そして、これ形がめちゃくちゃ悪いんですけども、一応マルクグラビア、ウンベラータですね。これもおなじみかな。もう葉っぱ丸まっちゃってて、まあ一応あの成長点が残っている形になっています。あと、これもかな。これもセラギネラの、SP なんですけども、これビンウィンさん、ベトナムだったっけな。確かそこら辺の、まあさっきのとは違う種類のセラギネラです。そして、こちらですね。これマコレスペトラ、僕の大好きなマコレスペトラです。はい、でこちらは、マクラシスロウイ、ま、一応ジュエルオーキッドっていう形なのかな、ランですね。これも用意しました。そして、この破片ですね。これは、皆さんおなじみだと思うんですけども、ダースベイデリアーナですね。
うちでは葉っぱを大きく展開させて溶けての繰り返しで、今溶けた直後なので茎のみになっています。この茎をちょっとね植えていこうかなと思います。でね、これやるかちょっと迷ったんですけど、めっちゃ立派になってきてるんでカットするのがねちょっともったいないなと思ったんですけど、これはロクスバーギーですね。アネクトキルスロクスバーギーの金色のタイプのものになります。これもったいないですよね。どうしようか迷ったんですけど、ギリギリまで迷おうと思います。あともう一つありました。まあほぼ見えないんですけど、これは、プレミアムモスですねを少し、取ってきましたので、これも植えてみたいと思います。はい、というわけでですね、植物たちを少し水で洗浄した後に、こんな感じに細かく分けました。結局ねロクスバーギーも、まあ、一節だけ頂戴いたしまして、試してみることにしました。まあ、バックアップは、まあ、二節とか、まあ、そのくらいは取ってるので、まあ、大丈夫ですね。はい、というわけで植物の用意はできたので、次に、この植物たちを殺菌していく溶液を作っていきたいと思います。はい、こちらの粉をですねスプーン小さじ1杯を入れますと。そしてさらにお水も1杯入れるんですね。まあ言われた通りに1杯、すり切りですね、すり切り1杯を入れます。まあ、さっきと同じ紙コップですね、プラコップか、はい、入れました。そいで、さっきのスプーンとはまた違ったこういうスプーンが付属されているので水を1杯入れます。はい、入れました。ちょっとね若干足りなかったので気持ち入れます。これで溶かしていくんですね。これが、まあ、植物の、まあ、消毒になるようなので、こんなもんでいいのかな、ちょっと浅いような気がしますか。じゃこれをまず一つ作って、まあ冒頭に作ったですね次亜塩素酸水、こちらをこのスプレーに入れていきます。絶対失敗しそうな気がするんで、ちょっと洗面所でやっていきますね。よし、はい、入れてきました。これは、植物を、まあ、植えてから使うものになります。はい、培地もですね固まりました。こんな感じに横にしても漏れるような様子はないです。ではですね早速培地に植えていきたいところではあるんですけども、この用意した植物をですね殺菌していくと、まあ、そういう作業が必要になってくるので、それをやっていきたいと思います。はい、で先ほど作ったですねこちらの、まあ、殺菌液にこれにつけていきます。でまずこの先ほどのロクスバーギーですね、これをつけていきます。なんかポイントとしてはですね、まあ、全体がしっかりと馴染むくらいにやるということなので、まあ、しっかりと馴染ませましょう。で時間としては一瞬から数時間っていう風に書いてたんですよね。まあ、これでいいのかな？一瞬でもいいのかな？まあ、こんな感じである程度馴染ませたら、この容器に植えていこうと思います。根っこのある方が下にした方がいいんだよね、多分。まあ、植えるっていうよりは、置く感じになるのかな、難しいな、こんな感じかな。はい、植えました。どうだろうね、これでいいんでしょうか。こんな感じに中を見てみると、まあ置いたような感じですよね。これに先ほど作ったですねこの次亜塩素酸水ですね、これを、ポイントとしては容器全体にまんべんなく振りかけるということなので、かけていきます。で、まあ、用意したこの蓋にもかけないとダメだよね。ただこれにちょっとかけます。これシール大丈夫かな。でこれなんか余ったこういう液はですね捨てていいって書いてたので、はい、これで
蓋をして OK なのかなこんな方法で本当に増えてくれるのかすごく心配ですけど、どうでしょうね。まあ物は試しということでやってみましたけども、まあこれで一応完成となります。他にもいろいろ種類あるのでやっていきます。はい、次にこのビタロプランツさんが推奨しているポリエチレンの袋ですね、こちらに入れていきたいと思います。このセラゲネラウンキナタどうなるんでしょうか。この容器じゃこの植物はちょっと小さいかもしれない。まあ実験だからとりあえずいいですけど、本当にこれくらいの大きさだと種をまくときとかそういうレベルの大きさな気がします。まあこんな感じでやりましたので、ジャイアント酸水を同じく吹っかけます。そしてですね、結束バンドで口を閉じていけばいいようです。止め方が合ってるかわかんないですけど、こんな感じでやっていきます。はい、完成。はい、こちらのベゴニアにもチャレンジしたいと思います。なんとなくなんですけどベゴニアはね非常にダメな気がするですね、こちらの中に入ってるんですがプレミアムモスがですねちょっと期待しています。 ADA の組織培養にもありますよね。まあ、なので、まあ、うまくいってくれれば、まあ、面白いなとは思いますけど、どうでしょうね。はい、というわけで完成しました。たくさん作りました。いろんな植物植えましたね。ジュエルオーキッドをはじめベゴニア、クライマープランツ、プレミアムモスなどの苔も植えていきました。まあ、正直言うとですね、成功する気はしないんですよね。まあ、それくらいこれでもし成功したらすごい商品ですよね。大掛かりな設備の、まあ、クリーンベンチとかオートクレーブ、まあそういうね、専門的な設備がなくてもできちゃうってなると、これは本当に、まあ、一般家庭で趣味でやる場合でも結構使えるのかなと思います。まあ、もし失敗したら多分ね僕のやり方が悪かったのかなとは思いますので、こういうすごい商品もあるよという今回はねご紹介にさせていただければと思います。また結果は YouTube にて報告できればと思っております。やっぱり期待したいのはね、ランですね。マコレスペトラと、アネクトキルスロクスバーギー、まあ、あとはマクラシスローウィーですかね。ここら辺のランに少し期待をしたいと思います。はい、というわけで今回はビトロプランツの組織培養を実際にやっていきました。はい、というわけで今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。